山田です。最近撮ってなかった動画なんですけども、今週の、イベント予習ということでね、2週ぐらい空いちゃったのかな、すいません。なんかね、3本ぐらい週1でね、こう投稿していた、今週こんなイベントがあるので、こういうことをね、準備しておきましょうね。これ、忘れないようにしましょうね、みたいなコンテンツあったんですけど、月曜日にね、出してたんですよ。でもこれ、月曜日がね、最近、まあまあ忙しくて出せてなかったっていう感じなんですけど、ちゃんとまた再開しますので、よろしくお願いします。今週ね、結構いつもとイベントサイクルがちょっと違うんですよね。なのでこれ結構ねちゃんと日程とか何が起きるのか、あと先々のこと考えるとこういう風にちょっと動いておいた方がいいですよ、ここ意識した方がいいですよってポイントが今週は結構ございますので、よかったらですね、3月の2週目の、イベントポケモン GO とどういう風に、ちょっとプレイしていこうかというね参考にしていただければと思います。ということで3月の2週目のポケモン GO イベントまとめやっていきましょう。はい、まず月曜日なんですけども、新しいイベントってのはございませんね。この動画投稿してる日なんですよね。ただですね、今、絶賛開催中のトルネロス。はい、皆様やってますかね。トルネロス対策っていうのはね、以前ね、別の動画で対策出してますので、よかったらそちらご覧いただければなと思うんですけども、結構ね、すぐ終わっちゃうんですよね。これ月曜日に出しました。火、水で、木曜日にはもう次のボルトロス出てきちゃうんですよ。はい。なので、そういえば厳選してないなとか、雨集めしてないなって感じの方はですね、この動画見てちょっとって危機感を覚えた方がいいかもしれません。個体が欲しいよ、色違いが欲しいよという方は頑張りましょうといったところですかね。続いて火曜日が天と地の神話イベント、こちらスタートします。ノズパスの色違いが、厳選できるよと、言われているやつですね。でこれノズパス以外にも地面タイプ、岩タイプ、鋼タイプのポケモンっていうのが、まあ、野生だったりとか卵だったりとかレイドバトルだとか、で登場してくるんですけれども、個人的にはですね、まあ、もちろん色違いのノズパスね狙っていきましょうって感じなんですけれども、割と将来のことを考えて、ココドラとかダンバルとか、この辺はちょっといたらですね、厳選しちゃっていいのかなと思います。なぜかと言いますと、この2匹っていうのはですね、メガ進化が、将来的にね、来るポケモンなんですよね。ココドラはボスゴドラ、ダンバルは、メタグロスということで、それぞれまたですね、強化されちゃうということがね、もう将来約束されていますので、今回ですね、割と出現率が高いならば、ココドラとダンバルそれぞれですね、多めに確保しておいてもいいかもしれません。あとはまあ進化後が普通に強いポケモンとしてまあモグリュウですよね。今回ちょっと雨集めおよび個体値厳選したりだとか、あとダンゴロですよね。はい。ダンゴロちゃんもね、あんまり出現率そんな普段高くないから、この辺のポケモンとか厳選っていうのもやった方がいいのかななんて思いました。でさっき言ったメタグロスもね、ちょっとねメガのこと考えたら厳選ありかもねとか言って。ね、お話ししたんですけども、もしも高個体値が欲しいと言うならば、星3レイドっていうのをね、今回の期間やるのもありかなと思います。メタングがね、今回確保できます。第1から第2進化っていうところの雨の省略ができるし、かつ、野生ではね、個体値ってもうまばらですけれども、レイドバトル、タスク、卵、この辺っていうのはね、ある程度高個体値が確約されておりますので、まあ、メタグロスの高個体値全然持ってないんですっていう人は、ここで、メタング厳選するのはありかなと思います。そして火曜日は、スポットライトアワーがねございます。18時か19時の間ね、今週はスリープの出現率が上がりますね。で今回スリープの出現率が上がりのボーナスが進化時の経験値2倍となっています。でまあこの経験値が進化時2倍系っていうのは正直僕はまあ美味しくないよねって、日々言っております。そして水曜日がレイドアワーですね。まあこの水曜日のレイドアワーがまあ実質、トルネロスのラストの厳選チャンスと、まあ、言えるのかなと思います。まあ、もちろん19時終わった後もね、伝説レイドがね、出てくるのであれですけど、もうここで一気にね、黒玉ババババババって出てくるんで、もう厳選するのは最後のチャンスというふうに思って、そういう気持ちで、臨むのがいいのかななんて思います。まあ、色違いね、今回ね、実装されました。ただ、まあ、まだ持ってないよっていう人も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、水曜日のレイドアワーで頑張りましょう。そして木曜日ですよね、朝8時から、レイドバトルですよね、伝説がトルネロスからボルトロスの化身フォルムに切り替わります。でそのボルトロス対策なんですけど、まあ別でね、詳細な動画は出させていただきます。このボルトロスもですね、期間そんな長くないですね。来週の火曜日までというふうになっています。でこのボルトロスなんですけど、木曜開催火曜終了ということで、本来のサイクルのレイドアワーのタイミングにこう勝ち合わないんですよね。なので今回のこのボルトロスっていうのはまた別でね、レイドアワー月曜日にね、行われる感じになりますので、まあそっちでもね厳選頑張れますよと
いうことだけ覚えておいてください。で、ボルトロスね、結構攻撃の種族値も高いし、あと、技ですよね。っていうのが、まあ、電気ショックと雷パンチ、結構、3ゲージ技っていうのが多いですね。結構出が早い電気技を覚えているし、っていう感じなんで、割とね、強いかなと、いうふうに言えるのかな、なんて思います。まあ、もちろんね、自分の手持ちがある程度揃ってる方からすると、ボルトロスじゃなくてもいいっていうふうに、まあ、なりがちかもしれないんですけれども、初心者の方とかはね、普通に戦力として、ボルトロス、集めていくっていうのはありかななんて思います。そして木曜日の18時か19時はボーナスアワーですね。はい。このボーナスアワー、今週は何が行われるかというと、メガ進化ボーナス雨っていうのが開催されます。これ何かというとですね、メガ進化している状態のポケモンがいると、同じタイプのポケモンを捕まえた時に獲得できるポケモンの雨の量が増加しますよっていう感じなんですけれども、これをですね、この木曜日有効活用するためには、まあ、2パターンあるかなと思います。まずは、今回ボルトロスですよね、が出ているんじゃないですか。ボルトロスっていうのは電気と飛行タイプなんですよね。なので、そのボルトロスっていうのは、まあ、伝説のポケモンなので、雨集めちょっとしにくいです。だから、このボルトロスに対応した、まあ、電気タイプの例えば、メガ電流でもいいですし、飛行タイプが入っているので、まあ、リザードンとかピジョットとかこの辺でもいいんですけれども、こういったポケモンをメガ進化させて、雨の効率をちょっとでも上げるっていう考え方はありかなと思います。で、これじゃあ何のポケモンをメガ進化させるのがいいのかなってちょっと考えたんですよ。で、一番最初に思ったのは、あ、今天と地の神話イベントじゃんってなるんですよ、この時ってね。だからじゃあ岩タイプとか地面タイプとか鋼タイプメガ進化させればいいじゃんって思ったんですけれども、メガ進化でそれまだ来てないんですね。うん、すっごい残念なんですけども。なので、まあ、やるとしたら、まあレイドバトルとかになんのかな。あとはレイドで出るテッシードの雨の効率を上げるために不思議花を、やるとか、あとはまあエアームとか、あ、なるほどね、エアームドもまあ飛行タイプだからある程度上げられるな、うん、みたいな感じで、一応その対応する、ポケモンとメガっていうのは一応ありますので、まあそれを、メガ進化させるっていうのはありかなと思います。ただまあ無難なのは一旦ボルトロスに対応できるやつらですよね、っていうのをメガ進化させるのがいいかなと思います。まあなんで飛行が安定かな。で、一応金曜日と土曜日っていうのは現状イベントの発表等がありませんので、まあ天と地の神話イベントをやりながらボルトロスの厳選をやっていくっていうような2日間になるのかなって思うんですけど、だいたいこの辺ってやっぱね発表とか来たりするんですよ。まあ、なので正直わかりません。はい、まあ、僕はねなんかその発表が来ても大丈夫なようにちょっと準備していこうかなと思っております。そして3月の14日日曜日がですね、お香の日となっています。で、これまだ公式さんからですね詳細な中身って出てないんですけども、公式の文章だと、お香を使うとダンバルなどより多くのエスパータイプと鋼タイプのポケモンが呼び寄せられるようですというふうに言われています。これお香のイベントとその直前のですね、天と地の神話イベント、っていうので、両方ともダンバルのね名前がこう上がっているので、あ、なんか同じイベントかなっていうふうに見えるんですけども、これ一応別の、扱いになってます。天と地の神話イベントっていうのは日曜の8時で終わるんですよね。で、それからちょっと時間経ってからお香イベっていうふうになりますので、なんとなくこれお香の日も鋼タイプとか結構出てきてくれんじゃないのみたいな、鋼岩地面も出るんじゃないの、そこにエスパーが追加なんじゃないのっていう風にちょっとね誤解しやすい感じの時系列になってるんですけども、こちら完全に別です。まあ、なので例えばノズパスの厳選がしたいよとかって思っても全然出てこない可能性普通にあります。てか多分出てこないと思うんで、ここはまあ日曜日延長戦だって思わずに、そこは厳選する対象が違うということだけ覚えておいてください。で、ここのお香の日のイベントで、なんかその一応ね、なんかデータ上だと米パン覚えるかもみたいな感じらしいんですよ。でもこれ別に公式さんから発表来てないからまだわかんないですね。うん。で、ここでダンバルのピックアップっていうのが個人的にはね、ちょっと気になるところではあるんですよね。来週ですよね、の火曜日から、チャージ完了っていうイベントが、あって、で、これがですね、同じタイミングでメガ進化新しいやつ1種類来ますよっていうふうに言われてるんですよ。で、ここで来るじゃあメガ進化ってなんだろうって考えると、僕は今のところ可能性2パターンあるなと思ってます。まず、チャージ完了って言われてるこのイベントってのは、まあ、電気タイプがね必
出現率が上がると言われてるんですね。まあ、名前もそうですよ。チャージってね。もう、なので、電気タイプのメガ進化が来る可能性が僕は一番高いかなというふうにまず思っています。なんですけれども、その直前で来ているお香の日のイベントですよね。とか、あと、天と地の神話のこのイベントっていうのが、もしかしたらメガの方にかかってる可能性もあるかなと思うんですよね。例えば、ボスゴドラとか、メタグロスとか、この辺のポケモンたちっていうのが、うん、まあ来るのかもしれないなと思っています。で、そうなってくると天と地のこの神話イベントですよね。今週開催の明日から開催のやつ。これやっぱりココドラと、ダンバル取っといた方がいいんじゃないかなってね、ちょっと思いますね。まあ今回ねメガ進化来なくても将来的に来るので、飴とかね集めて個体値厳選していいことしかないので、ぜひ皆様ねしっかりとイベント参加していきましょう。はい、ということで、まあ、個人的な希望みたいなところもね、ちょっと織り交ぜつつでしたけども、今週の、イベントについてのお話ししていきました。気になるのは来週来るメガ進化ですね。はい、一体ドイツが来て、そいつが各タイプの中でどれくらいの強さになるのか、この辺が非常にね楽しみでございます。ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。ヤマチャンネル公式 LINE スタンプできました。概要欄からチェックしてみてください。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。